トゥルグジウは、ルーマニアのオロテニア地方にある都市。ゴルジュ県の県都で、カルパティア山脈の南部、ジウ川沿いに位置する。バーシスティ、ドレアガニー、イエズレニ、パラタ、プレアゲバメア、ロマネスティ、スローボジイヤ、トゥルグジウ、アーサティの9つの村からなる。6世紀から14世紀にかけて、この地域は、ブルガリア人が支配していた。 ドゥルグジウは1406年の文献に初めて登場し、1597年には都市として認められた。1748年に聖教会の大聖堂の建設が始まり、1764年に完成した。第一次世界大戦が終わるとこの地で幼少期を過ごした彫刻家のコンスタンティン・ブランク氏によって1938年に戦死記念碑。 カリア・イロイラー、ザ・ヒーローズ・ストリートが建てられた。この他にも街には、ザ・テーブル・オブ・サイレンス、ザ・ゲート・オブ・ザ・キス、チェアーズ、アレイ・ザ、エンドレス・コラムなどのブランク刺の大規模な彫刻作品が置かれており、街の観光の目玉になっている。市の紋章の中央部にも、彼の作品が描かれている。第二次世界大戦中には、 ルーマニア系ユダヤ人の強制収容所が建設され、1941年にはモラビア系ユダヤ人も収容された。また、ルーマニア共産党メンバーなどの政治犯も収容所送りにされた。しかし、1944年8月にルーマニア革命が起こると一転してバナトのドイツ人が収容された。1950年代初頭に当時の共産党員の市長が、 ブランクー氏のブルジョア作品を取り壊そうとしたが、できなかった。1960年代に入ると、石炭の露天掘りが始まり、人口が急速に増えた。この地域の地場産業には他にも、林業、機械製造、織物工業、ガラス製品、セメント、レンガ、タイルなどの建設資材などがある。1992年にはブランクー氏にちなんだ。 大学が設立された。2002年の国勢調査によると、総人口の96.79%はルーマニア人、3.01%はジップシー、またはロマの人々である。2009年1月1日時点では95,669人が住んでいる。トゥルグジューの交通基盤は、 トランスロック開発公社が運営する8路線のバスと2路線のトロリーバスで成り立っている。運賃は1回あたりだいたい0.3ユーロ。ターミナル駅はニコラ駅トゥレスク通りにあり、駅舎は最近建てられたため新しい。5つの大通りが市内の道路ネットワークの根幹をなしており、とりわけエカテリーナテオドロウユ通りが大きい。なお、メインストリートはカレアビクトリエーである。 また、トゥルグジウには E79 や DN67 など多くの幹線道路が交差している。サッカークラブの CS パンドゥルリー・トゥルグジウがあり、チューダー・ウラジミレイスク・スタジアムというホームスタジアムも持っている。ありがとうございます。